ねえか。黙って進め。下見なければ平気だよ。あんな冷てえのお前。扉の先が G か。これで開くかな。ライトのスイッチか。ライトのスイッチか。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。生きてるか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽。スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。4番街の人たち。魔光炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔光炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザは。よちっ、早速歓迎してくれるってよ。気を抜くなよ。はぜろ。ここで仕掛ける。どうってことない。ここは渡れないな。進める方へ行くしかないね。
焼酎？こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。神羅と魔鋼のせいってな。マテリアに気取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。あ、どっかは繋がってんの。地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。もう一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔鋼炉は H の先。ああ。でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってね。そのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよ。あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。
怖くねえ。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、ちょっとだけな。2秒だ2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ、こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。H1 の番号が目印。あ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。神羅に照らされる未来なんだ。お先真っ暗に決まってら。片付け、うん、狙う。あ、かき回してやる。はい、狙うぜ。やっ、こういうのだ。沈め、集中していく。撃てる、仕留める。いや、引きよ。ここで仕掛ける。俺は消しちまうか。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした？全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。
ロートモードへ移行します。銃取り射撃タイプだ。あいつらは俺に任せとけ。おらおらおら、邪魔見やがれ。シャワー浴びたいな。先が思いやられるな。復旧したのは警備兵器だけじゃない。終わりだ。うえい、覚悟はいい。ここまで。まだだ。ライトを消すのが先だな。動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。そこをどいて。軽いな。頼られちゃうな。そっちはどうだ。頑張るね。ここで決めよう。いました。どけ。もう来い。手にかける。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。
んて本物が一つあれば十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。
ほら来い。決めるぞ。決めるぞ。一気に叩き込むぞ。終わったな。ビクストの合流場所は魔鋼炉へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔鋼炉。電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。ふっ甘よ鉄くずめろ。マテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。いや、先を急ごう。いよいよ魔鋼炉か。辛くて息くせえ。星の命が削られる場所だ。中は魔法の匂いが鼻につくぞ。確認しとけ。うん。見ろ。ま、コロが呼んでるぜ。早く来い。早く来いってな。Ah!
ートはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。匂うぜ。魔法の匂いだ。
よいよだね。構造は一番と同じようなもんだろ。ああ、魔鋼溜まりは近い。行こうぜ。Thank you.
こりゃいいな。先行くぜ。やった。思ったより怖かったね。思うからだ。おい見ろよ、こんなデカブツが出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたらその時は逃げた方がいい。ああおねんねの時間で助かったぜ。だろ。恐れをなして逃げちまったとかよ。足止めのつもりか。まあ、次行くぞ次。気が早いな。もうすぐだね。
しろ。ティファ。ん？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか。どうも。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。先導広報作戦を指揮するシーラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将か。喜ぶない。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番魔航路前からの中継です。シーラカンパニーは魔航路の爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番街スラムです。爆破対象の特定報告を受けて、神羅カンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番魔航路爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを犯す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。にゃっ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。このままじゃ神羅の思うつぼってことだよね。速やかに侵入者を捕獲し。ああ、奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや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 、そうはいくかよ。ああ、公開制裁っていうなら、あのデカブツぶっ壊して神羅に赤っ恥かかせてやろうぜ。ああ、悪くない。ハイデッカー同化する通達。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返し、速やかに侵入者を捕獲し。
ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。リフト、動かせそうか。カードキーがいる。探せ探せ。見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤をいじくろうぞ。M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。決めちまえ。そいつは出口の扉を開く端末だ。時間ないよ。M ユニットを廃棄しました。ハイデッカー、邪魔見ろ。うまくいったね。よし、次行くぞ。M ユニットを廃棄ルームへ輸送中。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。倒せない相手じゃない。覚悟はいい。消えろ。そこ。必殺。ここで仕掛ける。
邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。前だけ操作は一度だけか。リフトは二つなのに。クラウド、決めて。こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くよ。素早いロボット。このリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。悔しがる顔が見えるぜ。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。いいか、みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。侵入者が来たぞ。
一枚だけ選ぶしかないね。これは AI コアのリフトみたい。こっちは何だ。 M ユニット、機動兵の強化パーツだ。どれ捨てるかは任せるぜ。そっちは M ユニット、強化パーツだ。M ユニットを廃棄しました。いい君だ。さて、どっちが制裁。楽しそう。死んだをぶちのめす。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。こっちは AI コア。他のも確認して。こっちは動作速度が上がる AI コア。どれを捨てるか。AI コアを廃棄しました。これで整備が遅れるよね。こっちは M ユニットか。ああ、シンナに恥をかかせるチャンスだからよ。どれを。ビッグボンバーだな。弱っちくなり。
ちの荷物は協力ば。ビッグボンバーを配置しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。おうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したら。うん。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。